おはようございます。12月8日8日ですね。朝6時の相場解説になります。今回はですね、作戦は合っていた、でもロスカット、逆に言うとロスカットにあったが作戦は合っている、だからこのまま継続していこうかな、継続していこうかなと思います。そんな動画になります。失礼しました。こちらをどうぞ。これが日足になりますけども、どういうことを言ってるかっていうとね、レンジの幅がこことここじゃないですか。で、私はレンジ戦略を取っていますんで、基本的にはこの内側でね、全てが終わると思ってるんですよ。ただレンジ戦略ってのは抜けた方向についていくってこともありますので、昨日抜けたわけですよ。ですからエントリーはしたんですが、ロスカットを食らっちゃいました。でも作戦は合ってるよってことなんですよ。それを4時間を用いてさらに説明していきますね。4時間です。はい、じゃあレンジの幅をもう一回確認しますけども、ここですよね。ここの幅にレンジがあって、昨日ここで抜けたわけですよ。だからロスカットラインを引いてリスクリワード 3.1 でエントリーしました。ズバーンと上に抜けるかなと思ったところ、抜けずに下の方に戻っていっちゃったんですよ。多分抵抗帯がここにあるからでしょうね。まあここにもありますよね。それは至極当然なことだったんですけども、跳ね返って内側に入っちゃったんですよね。でも間違っていないぞっていうことなんですよ。1時間です。はい。ロスカットラインを引いたのはこちらです。で、リスクリワードはちょっと書ききれないんですけども、もうこの上の方にあったわけですよね。で、そうすると、こちらの方に抜けていったんで、リスクリワードを取ってエントリーしたんですが、こちらの方に沈んでいってね、結局は利益確定になってないんですよ。でもこれは作戦としては間違ってないなということでございます。それは、この水準を、金額で言うとね、ここです。113円の535をブレイクしているからなんですよ。だから、結果的には利益になってないですよ。でも、作戦としては合ってるじゃないですか。だから、同じようにこれからも、113円の420をロスカットラインに引いて、リスクリワード 3.1 で、どんどんね、倍の方でエントリーを繰り返していこうかと思います。逆にこちらの方に沈んでいったら、レンジ戦略の内側ですから、また改めてね、内側取りをしていけばいいんじゃないかなってところですよね。今回は、ブレイクでなんとか取ろうと思いながら、そちらのトライを、昨日からしているっていうところです。まあ、今回はね、あまり金銭的に余裕がない方は、まあ、レンジといって内側のバイセルで往復ビンタで取っていく方法と、ブレイクした方向についていくとの両天秤なんで、資金のちょっとね、難しい方は、まあ見てるだけにしといてください。ということでございます。はい、今回はいかがだったでしょうか。あ、結構ね、やっぱり盛り上がってきましたね。今日が水曜日ですから、水木金とどんどん追撃して稼いでいこうと思います。そのためには、今回のロスカットってのはもうね、必要経費ですよ。ここでロスカットが出たから作戦が間違っていたなんてね、間違った判断をするべきではないですね。合っているけども結果は伴ってない。ただそれだけなんですよ。だからこのまま突っ込んでいこうかと思います。それでは失礼します。